FC 周りのもじゃもじゃ家内のわちゃわちゃレディオ始まりました。この番組は FC 周りスタッフの家内良一がパーソナリティを務め、 FC 周りに関する情報を中心に様々な角度からお送りするわちゃわちゃな番組になっております。前回は FC 周りレディースチームから、東コーチと島田コーチに出ていただきました。レディースチームが2部入れ替え戦、なでしこ2部入れ替え戦というところで、すごくタイムリーな時期でしたけれども、おとつい、今日13日月曜日、収録ですけれども、昨日か、12日の日曜日に、試合がありました。レイヤ湘南 FC 対 FC 周りレディース、1対1のドローということで、前回1戦目は勝利しましたので、1勝1分けでなでしこ2部、昇格決まりました。これ決まりました、よかったです。前回の放送ではレディースの工事の仕事だったりとか、それぞれの他校紹介してもらったりとか、まあ選手の素顔をというところで森瀬選手の話が出てきました。練習前にゴミを拾う姿があって、そういう地道なところといいますか、結果を出すために細部までこだわってるという話がありましたが、その森瀬選手が得点をしたというところで1対1。いやー、コーチもすごい緊張感あったと思いますが、1対1の引き分けというところで昇格が決まりました。おめでとうございます。前回の放送聞かれてない方はラジコでも聞けたりしますので、ぜひご視聴ください。さて、今回もゲストをお招きしてわちゃわちゃと話を進めていきます。今回は、FC マリのパートナー、シップからですね、ゲストをお迎えして登場していただきましょう。三菱商事株式会社の門脇さんです。お願いします。お願いします。門脇さん、まずは自己紹介していただいていいですか。はい、三菱商事四国支店の門脇と申します。よろしくお願いします。お願いします。門脇さんは、この番組をわっちゃわっちゃ話し進めていくんで、門脇さんとの関係性から言うと、まあ、今いろんな三菱商事さんとはいろんなクラブとしていろんな連携をしてもらってますが、何度か、いや何度も一緒にお酒を飲ませていただいてますが、ありがとうございます。いやいや、日頃からプライベートじゃないな、お仕事絡みでそれを超える関係もあったりなかったりというところで、門脇さんお酒飲みますよね。いや、まあまあまあいやでも金井さんがこうやってラジオの仕事してる現場初めて見て、はい、そうですよね、確かに感激ですし、感激ですか。いつも僕は金井良一ですが、門脇さんからはイカナイトさんっていうふうに呼ばれてたりもするんですが、まあ僕は今回このラジオのわちゃわちゃラジオと金井がイカナイトやってますが、僕はこっちの番組知ってることもやってることも今回初めて知りました。あ、ま、本当ですか。うん、いや、金井が行かないとはね、はい、もちろん昔からよく知ってて、はい、イメージできてましたけどね、はい、まさかね、日本、ま、いや、そう、まだあるレギュラー。いやいや、まあ、基本日本です。まあ、まあ、他ゲストで呼んでいただいたりするときは出ますが、レギュラーはこの2つ。素晴らしいわ。いらしてもらってまして、で今回門脇さんがこう出ていただけるということで、この僕がすみません勝手にオファーした時は正直なんか出たくないとかありました。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。その行かないとの話で、はい、私は いつか出させていただきたいと思ってました、ね。そうですね、そういうふうに言っていただいて、夢が叶いました。夢が叶いいつでも呼べるんで、ぜひ今日はいろいろ門脇さんのこともそうですし、三菱商事さんはどんな会社かなっていうところもいろいろご紹介してほしいなというふうに思ってます。まあ、まずは三菱商事株式会社さんがなぜ FC 守りのパートナーになったかっていうのは、門脇さんにお答えいただいてもよろしいでしょうか。はいはい、これはまず岡田武さんとの、まあ、ご縁があったっていうことですね。実は岡田武さんには2010年からまあ、うちの会社のいわゆる社会貢献のアドバイザーをお願いしてて、はいはい、でその期間中に2015年の FC マバリ、はい、発足があったんです。なるほど。そこから会社同士のつながりがあって、じゃあ
FC マリのパートナーになろうよっていうところで、そうそう、まあ、岡田さんの方から、はい、こういうサッカーチームを作りたいと、うんでまあ、こういう理念 で、はいでまあ、うちの方としても、それに共感して、はい、じゃあもうぜひそのスポンサーパートナーやらせてくださいと、うん、いうことですかね。なるほどなるほど。まあ、当時その2015年16年で、まあ、岡田がきっかけになって御社とはパートナーシップを結ぶことになるんですけども、門脇さんは2019年に、まあ、いわゆるこう四国支社そうですね、の、勤務になられて、はい、それまではでも FC バブリとかこんなことやってるっていうのは多分そんな具体的なところまでもしかしたら知ってた。いや 知らなかったですね。会社の規模がすごいからそれはそうなんですけども、いざこう四国に来られて FC 周りと、まあ、パートナーシップを結んでるってことを知り、その時はなんて FC 周りやねんみたいな思ってなかったですか。いや、まあ、聞いてはいましたからね、はいはいはい、ただ私が具体的にその接点を持ったのは、うんはい、2019年のマッチデーなんですよ。あ、なるほどなるほど。でその時にJFL から J3 に昇格した、はいはいはい、年ですね。年で、あの例 私がそのマッチデーの前の日に、はい、そのまあ、祝勝会のような感じでしたけど、はい、シャンパンを岡田さんにお祝いで、はい、お渡しして、はい、でその、まあ、料理屋でね、はい、で岡田さんがそこでシャンパンを開けたら、はい、そのコルクの線が天井に突き刺さって、はい、なるほど、その例の事件の時のプレゼントは門脇さんが、そう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 、なるほど。ですからあの時が私にとっては初めての具体的な接点。ああなるほどなるほど。その時のマッチデーの時もこう FC 周りの試合をもしかしてそこで初めて見られたんですね。その時のなんか印象とか、その岡田との接点の時の覚えてるところはコルク以外には何かありますいや、やっぱりすごく試合が盛り上がってて、はい、で私は2019年ですから、はい、それまで4年間、はいはい、皆さんそれこそ金井さんも含めて、ね、ご苦労があって、で、まあまあ、この言い方あれかもしれませんけど、その FC 今治の市民の皆さんに、はい、まあ、ある意味ようやく認められて、うん、でその応援でスタジアム、まあ、古いスタジアムですけどね、はい、たくさんお客さんが来るようになった、うん、そんなタイミングでしたよ。なるほどなるほど。で私それを見て、はい、あ素晴らしいなと。そこからいろいろ門脇さんが石井周りと この連携を、まあ、中心になって動いていただいているということですね。そうですね。なるほど。コルクの事件がきっかけですね。まあ、コルクの事件、これもし今治の方どっかのお店に、コルクの線が入って岡田がサインしてましたよね。そうそう、天井に突き刺さったコルクがそのまま残ってますから、ぜひなんか見つけてもらったらなんかちょっと面白いなっていうところで、門脇さんがプレゼントしたんだよっていうところもつながるかなというふうに思ってます。なるほど。マッチデーとそのコルクがきっかけで、まあ、そもそもなんですけど、この三菱商事さんってどんな会社だろうっていうのは、このラジオをお聞きの皆さんってふわふわっとしてるところもあるかもしれないんで、そうですね、三菱商事ってどんな会社かっていうのは、まあ、なんとなく皆さんご想像の通りで、はい、まあ、いろんなものを扱う商社と、はい、うん、まあまあ、輸入したり輸出したり、まあ、貿易したりする会社ですよね、はい、うん、で私自身は石油の仕事を長くやってました。ですから中東の国、まあ、今ちょっといろいろ戦争とかやってますけど、はいはい、石油を日本に運んで石油会社の人たちに買ってもらうっていう仕事をずっと長くやったりしてましたけど、うん、うん、まあ、他にも、まあ、いろんなものを扱ってますけど、例えば、はい、この里山スタジアムの鉄骨とかセメントとかも弊社で売らせていただいてるんですよ。なるほど。あとグループ会社ですけど、照明と、はい、あれも、まあ、若干仕事として絡んで、そういうことですね。岡田さんには買うのは、門脇さんから買うのはいいけどタダにしてくれって言われたことがありましたけどタダにはできないんですよね。そうそう、いや、それは買うって言いませんよそうそうそうですね。ただ、まあまあ、よく言ってますね、ただにしてくれとか安くしてくれっていうのは、まあ、会社としてはありますが、まあ、その間にこう仲介といいますか、間にこういろいろ入っていただいて、ね、スタジアムの資材とか、いろんな販売を一緒にしていただいているということで、いや、そうですね、ありがとうございます。まあ、そこがまあ基本的な、もう他に FC 周りとの連携以外に今治との連携も
今治市との連携ですよね。そういう意味では今治造船という会社との取引も多いですし、はいはい、あとは波方っていうところに、はい、うちの物流基地がありました、はい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 、でそこにまさにその今治出身の社員が60人ぐらい働いてますね。はいはい、なるほど。この波方ターミナルさんっていうのを我々のこういろんなパートナーやっていただきますが、もしちょっとこれ音入ってたらあれなんですけど、今日波方ターミナルさんの40周年ですかね。そうそう、ちょうどそのこの放送室、僕らがいつもラジオ収録しているところの裏番組といいますか、裏手でやってますんで、それに片脇さんもこう出席されるということ で今日13日の収録に来ていただいているというところ で放送は今週の金曜日が放送になってますが、前回この11月5日このいろんな FC 周りと連携していきましょうよというところで11月5日に相模原さんとのゲームでマッチデーをやっていただきました、はい、このマッチデーではどんなことを一緒にやられたかというのは、まずはですね、会社の紹介テントを出させてもらいましたね、はいはい、パネルとか動画とかを使って、はい、弊社の、はい、まあ、紹介をさせてもらって、はい、そこではメッセージフラッグ、はい、あれは多分さ見に来てこられた方自由にメッセージを ね、書いていただいて、はい、書いていただきました。私も目指せ J2J1 と書きましたけど、はいはい、あとは午前中にウォーキングフットボール、そうですね、ハンディキャップを持った子どもたちと一緒に、はい、うちの社員とそれからアンダー13の、はい、FC の皆さんと一緒にやらせていただきました。試合は残念でした。本当にね、1対3という結果、皆さんご存知かと思いますが1対3という結果になりました。このウォーキングサッカーというのはハンディキャップ今お話ありましたけども、僕らもスペランサというクラブと関東地域で、うちのホームグラウンドが参加し出席して一緒にこう盛り上がるというようなイベントをですね、うん、御社と共に一緒にやらせてもらったりとか、そんな取り組みもさせてもらってて、まあ、今FC 周りとの連携でいうと、まあ、いろんなマッチでもそうですけれども、うん、FC 周りのこのコミュニティ作りをどうしていこうかみたいなところを、うん、三菱商事さんには先頭に立ってやっていただいてますが、なんか今お話しできることでこんなことをこう想像してんだよみたいなって、たまたまね、はいはい、私10月あ言っていうのかな10月の8日に、はいはいはい、私の家族とプライベートで里山スタジアムに来たんですけど、はい、はいはいはい、キャンプ用のテントがこのスタジアムの周りを埋め尽くしていて、はい、でおそらくそれぞれのご家族で、はい、お父さんお母さんと、ね、はい、子供たちと、はい、でテントを張って、うんうん、でそれが何張りぐらい40張り50張りだった30近いです ね、はい、で全く私知らなくて、はい、で驚きましてね、 で、まあ、ある意味そのいくらね、はい、一区画、ね、ね、貸し出しをされて、はい、で私はすごくいいアイデアだと思って、はい、でなんとそのシャワーどうするんですかって聞いたら、うん、選手のロッカールーム使える、はい、で翌朝はピッチの中で、はい、体操ができるって聞いて、はい、これはビジネスだなと、うんうん、でそのコミュニティ作りもそういうアイデアをたくさん出して、はい、一緒に考えていこうっていうそういう話ですよね、うん、なるほど、そうですね、まあ、今回そのアーバンリサーチさんとそういうタイニーガーデンフェスティバルというようなキャンプイベント1泊2日のイベントをやりまして、うんうん、テントの区画販売したりとか、アーバンリサーチさんがブース出店していただいたりとか、地域の人が、うん、飲食出してくれたりとか、そういう一つのコミュニティ作りとして、まあ、トライアルといいますか、彼らも長野県でやってることをこう今治でもできないかっていうところで一緒にこう相談してこう進んだんですけども、うんうんうん、まあ、そういったところイベントだけじゃなくて、まあ、365日のにぎわいをこういろいろ考えていただいている、ね、そうですね、そう、なるほど。いや、あんまりこう、うん、何かハードウェアをドーンと例えばホテルとかを作ろうっていう話は、はい、じゃなくて、先ほど申し上げたようなさっきのキャンプイベントみたいなのをいろんなアイデアを出し合って、うんうん、まあ、そんなビジネスじゃないですけど、はいはい、その今治の市民の皆さん、あるいはもう少しエリアを広げてもいいかもしれないですけど、うん、参加していただけるような、はい、いうのを考えていただきたいですね。
ちょっとずつ小出しにしていく感じですか。なんかドンっていうよりもちょっとずつやっていく感じですね。なるほどなるほど。なんかちょっと見えてきたものとか、なんかこれぐらいの時期までにこんなことまで言う、具体は言えないかもしれないですけど、うん、いつぐらいまでに第一発目は行きたいなとか。どうかな。でも例えばほらアシックスさんとね、はい、一緒にやってる健康関係のイベントとか、ね、うんうん、あるいは物販とかね、それこそ、はいはいはい、ただ物販もその FC のいろんなその考え方がありますからね、うんはい、何か大きい店をボーンと出すとか、はい、そういうんじゃなくてね、はいはい、うんうん、いくつかでもあると思いますし、はいはい、うん、なるほど、まあ、そこにうちがどういうふうにこう貢献していけるかね、うんうん、ありがとうございます。なんかこの FC 森とのこの連携でやりがいとかって感じてもらってる感じですか、片岡さんは。いや実はね、はい、弊社でもその地域創生っていうのが一つの会社の、はい、まあ、まあ、なんて言いますか、方向性の、はい、になってましてね。なるほどなるほど。で私はそのもう去年から具体的に FC さんといろんな話させてもらってますけど、はい、もう地域創生って FC 周りそのものなんですよね。なるほど。私からすると、はい、あのやっぱり応援来てもらわないと試合に勝てないし、うんうん、応援来てもらうには地域が元気じゃないとダメだと、うん、はい、したがってその地域を元気にするっていうのは、うん、その言葉遊びじゃなくて、はい、もう FC 周りの目標なんだと、うんうんうん、でそれはね私ものすごく勉強になりました。なるほど、うん、なんか、うん、あ、ごめんなさい、あ、いやいやいや、いってください、いってください。やっぱりプロのそういうスポーツのチームっていうのはそういうもんなんだろうなと思いますね、はい、なるほど。なんか今のその、まあ、今今後の話かなと思いますし、今で動いてるところかなと思いますが、なんか今後 FC まばりとこんな風なことをやっていきたい、チャレンジしていきたいとかって門脇さんの中だったりとか御社としてお考えだったりとかってあります？もしかしたら海外っていうのも一つのキーワードかもしれないですね。いいですね、うん、いいですね。お、なんかみんな勝手な想像いっぱいするな、海外、うん、それはこっち側に来るっていう意味もあるし、はい、我々っていうか FC まばりと一緒に出るっていう両方、はい、アイデアがあるかもしれないですね。なるほど、うん、勝手になんか面白そうなアイデアが結構浮かびそうなんですけど、まあ、今後だからそういう風な未来を、まあ、海外なのか、もちろん今までこの地域を大事にしながらも、うん、世界に羽ばたいたりとか、世界からここに来ていろんなコミュニティが生まれたりとかってことですね。そうね、そうですね、まあ、確かに今治にはたくさんのなんて外国人の労働で、まあ、来られる方とかもたくさんいらっしゃるからね。そう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 。いや、たまたま今日もご縁があってベトナムの、まあ、人と接する機会があったんですけど、はい、バリでね、うん、3000人以上ベトナムの方おられる。なるほど。でもしかしたらこの人たちも、うん、あの何かいいマーケティング、はい、あのまあ、試合に来てもらうとかもそうですし、はいはい、あるいはそのベトナムに対して FC マバリ PR するとか、うん、そういうのあるかもしれませんよ。なるほどです。ありがとうございます。もうちょっと残りもう30秒ぐらいですが、最後に一言だけメッセージいただいて締めたいと思うんで、一言お願いします。あの私はこの素晴らしい里山スタジアムで、はい、浦和レッズと FC まばりが試合するのを見たいですね、うん、なるほど。じゃあいち早く僕らが J1 に行くっていうことですね。そう、いち早く J1 に行きたいと思います。とんでもない数の浦和の人が来るんじゃないかと、うん、いや来ると思いますね。ぜひそんなことを夢見ながら、いろんなコミュニティ作りも一緒に今後とも取り組めていけたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。本日のゲスト、三菱商事株式会社さんから門脇さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のラジオ大丈夫でした？僕こう言い残したこととか、なんか家内への不満だったら。ない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 、すみません。私がその心配したのは、はい、放送禁止ワードなるほど言うんじゃないかと。あ、門脇さん自身が。そうそう。それはもう夜のお店だけにしますよ。それは。レッツの話もうちょっと。レッツの話はもうちょっと膨らまます。ああ、そう、ね。なぜレッツなのかみたいな。確かに確かに。まあまあまあ三菱ね、そうですね、まあ、グループで。今うちはスポンサーから外れてますけど、はい、まあ、自動車とかね、うん、三菱重工とかやってますから。はい、うん、あの人たちでも試合やったら、はい、あのホームの人より多いくなるじゃない。多いですね。今やったら間違いなく多いですね。ビジターの席数っていうのは限られてるんであれですけども、そう、いや、もう動線から僕らピッチ
いや言い方あれですけど、なんか飛び込もうと思って飛び込めるじゃないですか。その辺の警備体制とかっていうのは結構ちゃんとやんないと、モラルの高いスタジアムと言いながらもやっぱりこう熱量っていうのはすごいので、ね、その辺のコントローラーもしかしたら難しいなっていうふうに思ってますが、まあ、あとは横浜もありますよ、はいはい、岡田さんがね監督されます。あ、なるほど、これも面白い。確かに岡田さんファンあるんですか。FC マブリ。ああ、よかったよかったよかった。そこでそこで裏レンズ来るかなと思ったけど。ああ、よかったよかった。それはボケちゃダメでした。まあ岡田さんとはもう昨年から主にこの FC マブリには結構、まあ、2019っていう話ありましたけども、ベタベタで結構ついてもらってて、何度も食事してしまったので、いろんな勉強もさせていただいていますので、引き続きまたいろいろご指導いただけたらと個人的に思ってますんで、ぜひ飲みに行こうってことですか。飲み、まあ、ぜひぜひ、まあ、来られさえまた行きましょうというところで、ぜひ今日のゲスト改めまして三菱商事株式会社さんから門脇さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。手を振って終わりましょう。ありがとうございました。